浜ゆっこです。ひでみです。今日は、ラインモについてお話ししますの巻。はい。ついに、楽天モバイルからの借り取りが始まったんじゃないでしょうか。なんと、ラインモからすごいキャンペーンが始まりました。ラインモのミニプランが半年間実質無料になるというキャンペーンです。ミニプランというのは、3ギガで990円のプランになります。こちらのスマホプランはキャンペーンの対象外となっています。こちらの動画でも紹介したんですけど、解約が発表された楽天モバイルからの乗り換え先として、LINE モは有力な候補先の一つかと思います。その LINE モが実質半年間無料になるというキャンペーンを開始してきました。これは明らかに楽天モバイルのユーザーを借りに来ています。それでは、キャンペーンの詳細を説明します。キャンペーン期間は5月20日から終了日未定となっています。このキャンペーン期間中に LINE モに新規契約か他社からの乗り換えで特典がもらえます。ただし、ソフトバンク Y モバイル、LINE モバイルからの乗り換えでは対象外となっています。あと、先ほども言いましたが、スマホプランは対象外です。そして、もらえる特典は、PayPay ポイント990円相当を6ヶ月間、毎月もらえます。付与期間は、開通月の翌々月から6ヶ月間の毎月末にもらえます。特典は、登録しているメールアドレス宛てに送られるみたいです。気をつけたいのは、この特典を30日以内にチャージしなかったら、期限切れでチャージができなくなってしまうみたいです。これは気をつけたいですね。ちなみに、こちらの元々あった割引も適用されます。こちらの割引は、5分以内の国内通話定額が1年間無料で使えます。また、かけ放題になるオプションだったら、1年間は550円安くなって、1100円で使うことができます。つまりは、LINE モを半年間無料で3ギガ使うことができて、さらに1年間は5分以内の国内通話定額を無料で使うことができるんです。ということから、今回のキャンペーンは楽天モバイルにとっては結構痛いんじゃないでしょうか。他の動画では、浜ゆっこの楽天モバイルをポボ 2.0 に変更するって言ってたんですけど、今回のキャンペーンが始まったことで、半年間は LINE モにしようかなと考えています。LINE モの話はここで終わりなんですけど、あともう一つ、楽天モバイルを借ろうとしているところがあります。それが、ポボ 2.0 です。なんと、このタイミングで、楽天ビッグ S と楽天ハンド 5G を、ポボ 2.0 の対応端末として追加してきました。これは明らかに楽天モバイルからユーザーを奪いに来ていると思います。僕はこのニュースを見たときは、正直、ちょっと笑いました。さすがにね、これはね、あからさますぎるかなって思いました。で、こっからは僕の予想なんですけど、おそらく他にもキャンペーンをやるところが出てくると思います。ですので、楽天モバイルの最低料金0円が終わってしまう11月1日まではまだ待とうと思います。とりあえず、今のところは浜ゆっこは LINE モにする予定です。格安 SIM からとんでもないキャンペーンが始まりそうな気がしていて、僕はワクワクしています。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。いやー、 LINE もやってくれましたね。やってくれましたね。これはね、嬉しいキャンペーンですね。はい、というわけで今回は LINE もについてお話ししました。浜ゆっことひでゆきがお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。